皆さんこんにちは、チュンスノーチーチャンネルです。今回は以前もご紹介しましたドッグデプトのサイト紹介、デッキサイトの方を紹介していきます。以前のドッグデプトのキャンプ場紹介では受付があるスタンダード区画とワイド区画をご紹介いたしましたが、今回はそちらの区画から少し離れた場所にあるデッキ区画のショートとロング区画を紹介していきます。ドッグデプトのスタンダード区画とワイド区画に関しては以前紹介しているこちらの動画を見てください。リンクは概要欄に貼っておきます。ではまず改めてドッグデプトの概要から見ていきましょう。場所は千葉県の南房総市にあります。車では立山道富浦インターチェンジより約25分で来ることができます。バスや電車を使ってキャンプ場に来ることも可能になっています。チェックイン時間は12時から、チェックアウトは11時まで。ペットはもちろん可能で、ゴミは基本的に粗大ゴミ以外は捨てることが可能です。トイレに関しては洋式となっており、売店や自販機などは全てあります。料金に関してはデッキサイト、ショートとロングで料金は変わってきます。そしてシーズンごとに料金も変わってきますので、こちらは要チェックしてください。またデッキサイトに関しては数が少ないので、デッキサイトを取りたいと考えている方はなるべく早く予約をすることがおすすめとなっています。ではここからキャンプ場紹介をしていきます。まずデッキサイトに関しては、一番最初にお見せいたしましたドッグデプトの受付にてチェックインをして、その後一度道路に戻り、右側の方にそのまままっすぐ行ったところに入り口があります。こちらのドッグファーストリゾートという看板があるところ、こちらの中に入っていくとキャンプサイトがありますので、チェックインをした後にこちらに来るようにしましょう。まず一番手前にある2つの区画、こちらがデッキサイトのショートになります。全体の大きさとしては、ショートは70平方メートルで、横幅が5メートル、ウッドチップが9メートル、デッキサイトが5メートルほどの大きさとなっています。こちらがデッキサイトのロングとなっており、全体の大きさとしては80平方メートルで、横幅は5メートル、ウッドチップのエリアは11メートル、デッキエリアは5メートルほどの大きさとなっています。チュンスノーチーチャンネルでは今回デッキサイトにランドロックを設営いたしましたが、ロングのサイトでランドロックはかなりギリギリの大きさでした。かなり大きめのツールームテントなどをこちらで設営しようと考えている方は注意してください。こちらのサイトの一番の特徴であるデッキエリアなのですが、眺めがかなり良く、目の前の海を楽しみながらデッキエリアの上でご飯を食べたり、ゆっくりと過ごすことが可能となっており、他のキャンプ場ではなかなか体験することのできないキャンプを楽しむことが可能となっています。デッキサイトのショート、ロングともに専用の水池場、犬用のシャワーが設置されています。デッキサイト、車に関してはサイト内に車を入れることも可能ですが、サイトの外に車を駐車することも可能になっています。そしてデッキサイトの上にレンガが置いてあるのですが、そのレンガの上で焚き火をすることが可能となっています。デッキサイトの上でやる際は必ずレンガの上に焚き火台を置いて焚き火を楽しむようにしましょう。続いてサイトの後ろ側にあるのがゴミ捨て場になります。ドラム缶の中は廃捨て場、その隣にガス缶や網、その隣が燃えるゴミ、そして最後が瓶、缶、ペットボトルを分別して捨てることが可能になっています。ゴミ捨て場の隣にはトイレがあります。以前ドッグデプトのサイト紹介でもお伝えしましたが、トイレや設備に関しては全体的にかなりきれいに保たれており、女性のキャンパーや初心者のキャンパー、どんな方でも快適に使用することのできるものとなっています。受付のあるサイトではトイレの中にシャワールームがあったのですが、デッキサイトの方ではシャワールームがありません。デッキサイトの方がシャワーに入りたいと考える場合は受付の方まで戻ってシャワールームを使用するようになりますので、そちらは注意してください。では最後に簡単にトレーラーハウスの方を紹介していきます。ドッグデプトのトレーラーにはビーチフロント、ヒルズトレーラー、ロング USA トレーラーの3種類があります。それぞれトレーラー内の大きさや設備が少し変わってきますので、トレーラーでの宿泊を考えている方はドッグデプトのサイトで要確認してください。今回のドッグデプトのサイト紹介はこちらで以上となります。デッキサイトでは他のキャンプ場やスタンダード区画、ワイド区画では味わえないデッキの上からのオーシャンビューなど、ワンランク上のキャンプを楽しむことができるようになっています。デッキサイト自体広さはそこまで大きくはありませんが、ランドロックほど大きいテントでさえなければ十分な広さのキャンプサイトといえます。
比較的大きめのテントを持っていく方は必ずロングのサイトを選ぶようにしてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。